ル・マンのコースは1周は 13.6 キロで、その中に2キロの直線があり、こちらで最高速度340キロで走りました。これは新幹線のぞみと同じくらいの速さです。24時間の平均速度は205キロ、走行距離はおよそ5000キロです。あちらに展示しておりますのは、マツダ 787B に搭載されたロータリーエンジンと同じ型のモデルのものです。また、皆様の後ろにも歴代のロータリーエンジン展示しておりますので、合わせてご覧ください。それでは続いてロータリーエンジンの行動を気になる表情を